視覚障害者が一人でポッドキャストを始めてみた立花龍之介ラジオ。皆さんこんにちは、立花龍之介です。視覚障害者、独居老人、アラセブの私が一人でポッドキャストを始めてみました。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ガイドヘルパーさんの話その3でございます。その1では、この同行援護の制度、それからどんな方がどんな状況において使えるかというようなお話をいたしました。その2では、同行援護の従事者となるための、講習ですね、約20時間前後の講習の中の教室での勉強のお話を全般でお話ししまして、後半で私がガイドヘルパーさんとスーパーマーケットで買い物をして帰ってくるまでの、状況をお話ししながら、どのようなね、講習の内容に基づいてどういうふうな考え方の中で、どんなサポートをしてくださっているかについてお話をいたしました。今回はね、それ以外の事例ということでいくつかお話ししたいと思います。どうかお付き合いくださいますようお願い申し上げます。まず、そうですね、市役所に行って住民票を取るというようなシチュエーションの場合ですね、ガイドヘルパーさん、時間になりますと自宅にお越しになります。タクシーで行くしかないんですね。公共交通機関ですとどうも非常に時間がかかってしまって、でタクシーで行く場合、同じように準備はするんですが、買い物ではありませんので、小さいリュックサックかショルダーバッグ、またはウエストポーチっていうんですか、とにかく両手が使える状況にして出かけるというのが重要でございます。タクシーに乗るときはですね、私の場合はガイドヘルパーさんを先に乗っていただきまして、後から私が乗るというスタイルにしております。やり方はいろいろあると思います。で、ドアの部分と、それから入るところのね、上の部分とか手すりを確認しまして、リュックを肩から外して中にいるガイドヘルパーさんにお願いをして渡します。そして、白杖を使ってシートの場所とかを確認をして乗り込む、そういうような感じにしております。で、乗って市役所に行くわけなんですけれども、途中途中でね、現在地ですとか、今日は人通りが多いとかね、車が多いとか、曇ってるとか晴れてるとかね、いろんな情報を伝えてくださいます。で、市役所に着きます。お金払う時もね、なるべく自分でお財布の中から自分でお金を出して、お札の種類わからない場合はね、ガイドヘルパーさんに聞きながら、お金は渡して自分でお釣りは受け取ってポケットに入れる。私はお財布に小銭は入れない主義なのでポケットに入れるんですが、レシートと一緒にね、で、前はね、それでお金貯めてたんです、小銭貯金ということでね。ただ最近ね、金融機関、郵便局もそうなんですが、50枚以上の小銭を入金しようと思うとね、お金取るんですね。最近はなるべく小銭も使うようにはしてるんですが、それでもどうしても溜まっちゃいますね。話はそれましたが、自分でなるべくお金の方はやって、降りて市役所の中に入ります。で、住民票が欲しいということで、代筆をしてくださるんですね、申請書のね。そうすると、こういう内容の申請書にこういったことを書きますよということで、情報もいただくんですが、なるべくだったらね、自分の ID カード、障害者手帳でもいいですし、マイナンバーカードでも、それから
運転免許を返納し私の場合したもんですから、そうすると以前運転免許証を持っていましたよという証明のですね、運転免許証そっくりのカードをいただけたりするので、まあそういったものを利用してね、まあ住所とか場合によっては生年月日とか書かなきゃいけないじゃないですか、そういったものはそれを見ていただいて、書いていただいた方が楽かなというふうに思います。で電話番号などはね、口頭で小さい声でお伝えすると。でガイドヘルパーさんの方は今こういうところを書いてますとかね、ちょっと説明書を読みますんで、時間かかりますとかね、終わりましたとかいろいろおっしゃってくださいます。で、発見機で、順番札札って言わないんですかね今ね、まあ順番の番号を取って待っています。で窓口で呼ばれますね。たらガイドヘルパーさん行ってきてではなくて、自分も一緒に行きましょう。それはね、本人確認とかの手続きも必要ですからね、はい。で、終わりましたら受け取って、まあ、私の場合はリュックの中に入れて、で、お金払ってでタクシーに乗って帰ってくるというような感じです。銀行でも同じような感じですかね。まあ、ATM を使う場合は最近はね、タッチパネルが多いじゃないですか。スマートフォンのところでお話ししましたけども、三井住友銀行の ATM は、前のインターホンみたいなものを出すと、その裏側が普通のボタンになっていて、そこで暗証番号とか金額とかが入力できますけれども、そういった設備のない ATM で、しかもタッチパネルですとね、ガイドヘルパーさんにお願いするしかないので、そういった場合はね、小声で暗証番号を伝えたりしてます。毎回やってるんだから覚えてよとかね、思わないように一つよろしくお願いをいたします。でお金を例えば引き下ろす場合はね、なるべく自分でお金は取って自分で財布に入れるようにしましょう。まあ枚数はチェックできると思いますのでね、はい。ガイドヘルパーさんの情報を聞きながらね、お金は自分で管理する。あと窓口で振り込みとか、まあ引き出しとか預け入れをする場合は、伝票を代筆してくださいます。基本的に銀行も本人がいて代筆をする場合は認めてくれるはずです。ただどうしてもね、本人のサインが必要な場合っていうのはありますよね。そういった場合ね、ガイドヘルパーさん多くは定規みたいなのを携帯されてます。なんか私も使ったことはないんですが、この四角の中に名前を書くとちょうどサイズが合いますよとか、そういう定規をお持ちでですね、それをお借りして、実質をするというような場合もあろうかと思います。そうですね、あとは隣の駅または少し離れた駅に電車に乗って行って用を済まして帰ってくるという場合、まあ私の場合は最寄り駅、まあちょっと遠いんですけれども徒歩圏ですので歩いて行きます。で駅に近づきますとね、まあいくつかのルートがあるんですけれども、ガイドヘルパーさんはまず階段の上り下りについては、実地の講習でいろいろと勉強をされております。階段もいろいろ種類ありますよね。まっすぐな普通の階段もあれば、こうカーブをしてる、またはこう、左に曲がってまた左に曲がんなきゃいけないとか、右とかね、手すりがあるなし、それから螺旋階段とかね、それから、非常に階段のステップが長い、非常にゆっくりとした勾配の階段ですとか、観光地などではね、木でねできた階段とかもありますよね。いろんな階段、手すりがあるか ないかも含めてね、いろんな階段での、安全確保とガイドですね、そういったことを勉強してくださってますね。あとは駅のホームで、に行くための階段として踊り場がある階段もありますね。こうステップ
何段か上がっていくと1メーターとか2メーター平らなところがあって、またその後こう階段があると、こういった場合の情報の伝達の仕方とかね、そういったものも勉強されてます。これ私の経験上の情報なんで、もし間違ってたらごめんなさい。20段以上の階段がある場合、ああいう公共施設の場合は踊り場を作らなきゃいけないっていうふうになっていると思います。まあ何段目で踊り場を作るかって言えば、だいたい真ん中あたりで作るんで、30段の階段だと15段目のところで踊り場を作るとかいうような格好になってると思うんですが、階段登るときってね、ついつい段数数える癖ってあるんですよ。それは自分家の近くの階段なんかの段数は覚えたいというのもあってね。とね、20段を超えて踊り場がない階段って今まで一度もなかったのでね、多分そのくらいに1回は踊り場があるのかなというふうに思います。でそれ以外にエスカレーターの乗り方というのも講習を受けてらっしゃいます。エスカレーターの場合というのは、一緒に声をかけて足を出して乗るとかね、いろんなテクニックがあるそうです。はい。まあただエスカレーターが階段よりは危ないのは言うまでもないと思うんですよ。でエレベーターの乗り降りについてもね、いろいろと待つ時の位置取りですとか、まあ混んでる時の対処方法ですとかね、いろんなことを講習で勉強をされております。でまあ駅の発券機のところに着きます。だいたい半額になります。 JR にしても私鉄にしてもおおむね半額になります。おおむねというのは、端数が切り捨てなのか切り上げなのかというのが、 JR は切り捨てなんですが、私鉄の中では切り上げになる場合も多いそうです。これは、電車だけではなくてね、船舶の運賃とかいろんなものでね、端数が切り上がるか切り捨てになるか違うそうでございます。で半額になるんだから、発券機で大人の1枚を買って2人で乗ればいいんじゃないっていうのはダメなんですね。あくまで2枚切符は買う必要があります。で、子供用っていう半額じゃないですか。子供用で買って OK な場合もありますし、障害者用ということで別にボタンがある場合もあるそうです。で、わからない場合は駅員さんに聞くしかないんですが、窓口でね、障害者手帳を示して、半額で切符を買うということもできます。往復で買うというのもいい方法だと思います。あとはスイカなどの、カードで乗る場合は2枚を視覚障害者の方で用意をいたします。で入るときは普通にタッチをして入る。で出るときは人のいる改札のところに行って障害者手帳を見せて精算をする、そういうようなやり方になるそうです。で改札を入りまして、まあエレベーターとか階段でホームに降りますね。そうすると、まあ時間があればちょっと椅子に座って待ちましょうかということになりますとね、椅子もね、千差万別じゃないですか。いろんな場所によってね、こう単なる丸椅子なんていうのもありますよね。背もたれがあったりなかったり、硬かったり柔らかかったり、二人掛けの椅子もありますし、ベンチのようなものもありますし、ベンチでも背もたれと肘掛けがついているついてない、いろんな椅子があります。いずれにしても座面を確認させてくださって、背もたれとそれから肘掛けなどのところを手を誘導していただいて、触らせていただいて、方向を確認した上で座る、そういうようなことになります。そういった実地講習などもあるようです。で電車に乗るときは、まず視覚障害者の方はドアが開きましたらば、電車が止まってね、ドアが開きましたら、
白杖などでホームの端っこを確認をして、それから電車の車内の床面を確認をして乗る。ガイドヘルパーさんはどうやら、ホームと電車と両方に片足ずつ乗せて、誘導をする。で、足元をよく確認をする。その上で乗ったらばなるべく早く手すりなどにつかまる。で、つり革は他にない場合はつかまりますけれども、そうでない場合、手すりがある場合は手すりを優先する。そういったことも講義の中に入っているそうで、で降りるときは、また特にね、乗り降りのときが一番危ないので、電車の端っことホームの面をよく確認した上で足を出す。ガイドヘルパーさんも十分注意はしてくださいますし、足元もよく見てくださいますけれども、はい、そのような形で降りる。で、カードで入ってた場合は改札の人のいる友人の改札のところで精算をする。そういったことを行って用事を済まして帰ってくる。そんな感じになります。まあ他にもね、講習の中でいろんなこともあるのかもしれませんけれども、とりあえずそんなところですかね。はい。ガイドヘルパーさんがどういう講習を受けて、普段、同行援護で、ね、ガイドをしてくださるときにどういったことを考えて、どういったことに注意を払っていただいているか、その一部でもね、分かっていただけるとありがたいかなというふうに思います。後半では全体的なまとめのお話をいたします。 This is Tacabana Radio。ガイドヘルパーさんの講習の内容、どういったことを勉強されているか、おおむね20時間でね、多岐にわたりますよね。しかも実地が伴いますんで、大変なご苦労だと思います。まあお話しした内容以外でもね、例えば、書類とかね、切符とかを持つときに、自分でポケットに入れるときにね、さりげなくどこにしまったか見ておくとかね、あとは未成年の方を同行援護する場合は、親御さんとのコミュニケーションのこととかね、体調があんまり良くなさそうな場合は、お医者さんにかかるように勧めるとか、また事業者の方にもきちんと報告をするとかね、その他にもいろいろ勉強はされているそうです。で、そういう中でね、やはり長くガイドヘルパーさんと視覚障害者の同行援護が続いていくとですね、どうしてもこう距離感がね、近くなりがちなことは当然あると思うんですが、やっぱりやってはいけないこととしては、個人的にね、お願いをするというのはまずいわけです。悪いけど明日仕事で出かけなきゃいけないんだけど、誰も協力者がいないんだ、事業者に内緒で、まあ多少お金は出すから同行してくんないとかね、夜いっぱいやりたいんだけど助けてくんないとかね、内緒でとかね、そういうのは良くないですし、個人的にこういったことを頼めないかな、何か買ってきてく、こういったものを買ってきてくんないかなとかね、ついつい甘えがちになりますが、あくまでもガイドヘルパーさんは仕事でされておりますし、きちんとした法律の枠組みの中で動いてらっしゃいますからね、一定の距離感というのは保っていかないといけないと思うんです。で、距離感の問題ということになりますと、ガイドヘルパーさんはね、知り得た情報というのは、まあ、秘密にする、他の人には言わないということもあるんですけれども、視覚障害者の方はね、ついつい家族構成とかね、いろんなプライベートなことを聞きがちなんですよね。それも距離感の取り方としてはよくよく考える必要があるのかなと。まあ全くね、お互いににこやかにね、買い物とか
外出を楽しむのは視覚障害者なんですけれども、やはりついついね個人的なことを聞いたりすることも多いので、まあ、これは私もそうなんですけれども、まあ、距離感の取り方というのは人それぞれかもしれませんけれどもね、うまくいい距離感で、同行援護のガイドヘルパーさんとしてね、こう人間関係を、そして信頼関係を築いていく必要があるのかなというふうに思います。またちょっとしつこいようですけれども、基本的には緊急事態以外はですね、予定の変更というのはなるべくしないようにする、そういったことも大切なのかなと思います。さて、この同行援護の従事者不足というのはやはりどの地域でも多いというお話をいたしました。特にね、大都市では、移動手段が公共交通機関と徒歩でできるところが多いので利用しやすいのですが、車社会の地方、山間部などではね、なかなか移動手段が確保できない。タクシーというのも視覚障害者の負担になりますので、なかなか難しいところはあるとは思うんですが、いろんな自治体によってね、この障害者の移動に関しては様々な制度がございます。いろいろと詳しく聞いていくとね、そんな制度あるんだというようなことがあります。例えば乗り合いタクシーなんていうのは多くの自治体で採用しています。民業を圧迫しないように割と小規模でやっている場合も多いんですけれども、また障害者の移動ということでね、私の住んでいる市町村では30分300円みたいな形でね、ただ、使える場面というのは割と限定的なんですけれども、ボランティアの運転手さんに支えられてね、そういった制度をやっていったりします。いろいろと調べるといろんな方法があったりしますのでね、そういった方法を利用して、ガイドヘルパーさんを利用して外出を楽しむ、これも結構必要なことだと思います。そういった意味で言うとね、月1回程度、大型のショッピングモールに買い物に出る、1時間とか1時間半とかね、家族の運転でショッピングモールに行って、ショッピングモールのところでガイドヘルパーさんと待ち合わせをして、ガイドヘルパーさんと2人で買い物をする。家族はね、その間別の用事を済ましてまた時間が来たら迎えに来るとかいうような形ででもね、やっぱり気が晴れたりしますんでね、そういった利用をするというような形で需要を膨らませないと供給も増えてきませんのでね、それともう一つ、これは単なる私の思いつきなんですけれども、やっぱりこの講習を受けて同行援護の従事者の資格を取るというのにコストがかかる、しかも時間もかかるのでね、直感的にはホームヘルパーの方が合わせてその資格を取るという方向性というのは現実味があると思うんですけれども、なかなかコストの問題があって、資格を取るという方も少ない。それは使う方が少ないからということもありますけれども、そうでなくてもコストがかかる。なんかね、本当はね、思いつきですけれども、準ガイドヘルパーさんというような資格を作って、1日程度の講習でね、簡単な同行援護、もちろん1回目とか1回目と2回目とかね、きちんと資格を持った人と2人で同行援護をして、やり方というのは把握してもらって、その上で、限定的に同行援護ができる、で半年に1回なり毎年なりね、ステップアップ、講習を1日受けるたびにステップアップしていって、
まあ、一定の講習が終わればね、例えば5回講習が終わればね、ガイドヘルパーさんに昇格できる、そんな制度でもね作っていただけると、ホームヘルパーさんの中でね、じゃあ私も取ってみようかしらという方も増えるのかななんて、ついつい思いつきですけれども思ったりしますね。この同行援護制度並びにその従事者の方の講習制度、本当によくできてるんです。とてもきめ細やかにね、いろんなことを学べるようにもなっています。ただね、かっちりとものすごいいいものができた結果、受講者が増えないというのもね、なんか本末転倒ではないかなと思ったりもするんでね。まあこんな単なる一個人のジジイが何言ってるんだって言われればその通りなんですけれども、なんかそんな方法でも考えてくれると嬉しいななんてついつい思ってしまいました。もう一度言いますが、視覚障害者は外出をするときにやはり介助者がいないとなかなか、社会生活を送る、日常生活を送る、それから社会に参加するということが難しいわけで、こういうガイドヘルパーさんの手を借りて社会生活を送る、いろんなコミュニティに参加をする、そういったことはね、やっぱり大切なことなんだと思います。この放送でね、ちょっとでもガイドヘルパーさんに関しての理解が深まれば嬉しいなと思います。最後に全く関係ない話ですが、 YouTube にアップロードをし始めてね、各回ごとに、視聴回数とか出てくるんですが、一番人気がなかったのが白杖の選び方と使い方。まあそうですね、視覚障害者の方以外は見ようと思いませんからね。はい、一番多かったのは、第3回かな、今のところ。まあこれから増えてくると思うんですが、サポートを受ける場合の心理的な抵抗感、あれサムネが良かったんだと思うんですね。サムネイルの言葉がね、私障害年金もらっていいの？?なんか人を引きつける魅力があったんでしょうね。これが一番今のところ再生回数は多いです。今後少しアップロードした後にね、いろんな視覚障害者の団体などに、Eメールで、告知をしようと思っております。で、YouTube が落ち着きましたら、次のステップ、そうですね、3月になるかな、きっと3月ぐらいになったらまた次のステップについて、皆様に告知したいと思います。はい、ガイドヘルパーさんの話、その1からその3までお届けいたしました。最後まで聞いてくださいまして本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。本日は立花龍之介ラジオを聞いてくださいましてありがとうございます。このラジオの内容は立花本人の経験や感想に基づいています。正確な検証をしていないこともあります。どうかご了承ください。今後も気軽で楽しい放送をお送りできるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。